皆さんこんにちは。パッチワークで布小物を制作していますチャビーママです。今日は診察券やお薬手帳をまとめて持ち歩けるお薬手帳ケースを作っていきたいと思います。まず最初に型紙を作っていきます。型紙は100均などでも売っている工作用紙を使うと便利です。メインになる柄を取るための型紙はこのように窓枠のようになった型紙を作ります。これで柄をきれいに四角の中に収めることができます。このように枠になった型紙を使って生地の布目に関係なく柄の向きを考えながら取っていってください。隣の柄を取るときは縫い代が取れるかどうか確かめてみてから印をつけていきましょう。印をつけたら 0.7 センチの縫い代をつけて裁断します。次はこの周りの三角のピースを印をつけていきます。今回使う布はこのようにボーダーの柄になっているので三角の同じ位置に同じ柄が来るように印をつけます。ガイドのためのラインを引いておくと同じ場所に三角を並べていくことができます。次にこちらの長方形のピースを取っていきます。上に10枚と下に10枚、合計20枚の生地を選んでいきます。ブルー系の生地で配色をまとめたいのですが、全部ブルーにしてしまうとつまらないので時々反対色のピンクや黄色などを混ぜてあげるとバランスよく配色できると思います。まだちょっと足りないピースがあるんですが、配色に迷ってしまったので先に裁断したものを縫い合わせていきたいと思います。中央のピースが縫い合わさりました。縫い代はこのように外側に向かって倒してください。では下の部分のピースも合わせていきます。足りていなかった残りのパーツを裁断します。上中下と3つのパートが縫い終わったのでそれぞれを縫いつないでいきます。縫い代は肩倒しにして大丈夫ですが、同じ方向に重なるようなところがあれば互い違いになるように倒してください。キルトトップが出来上がったので片面接着キルト面を貼っていきます。アイロンの温度は低めの中温で押さえつけないようにそっと貼っていってください。キルティングをしていきます。今回は縫い代が倒れていない方の縫い目の端に落としキルトを入れていきます。中央の縫い目の2箇所に山道テープを貼っていきます。手芸用ボンドで仮止めをしてから目立たない色の糸で縫い留めていきます。
ではここから内側のポケット部分を作っていきたいと思います。このように接着芯を準備します。接着芯は大きいポケット用が2枚と小さいポケット用が2枚。土台布には今回は接着芯は貼りません。ポケットを半分に折って中央の印をつけて、中央の印に合わせるようにして接着芯を貼っていきます。アイロンは滑らせずに一箇所を何秒かギュッと押さえて貼ってください。反対側のポケットにも同じように接着芯を貼ります。周りに 0.7 センチの縫い代が来るようにしてください。ファスナー付きのポケットの方を作っていきます。ファスナーの上下にこのように当て布を当ててからファスナーをつけていきます。ファスナーの留め具のすぐ下に当て布を縫い付けていきます。ファスナーの上端は開いてしまうと縫いにくいので、しつけ糸で仮留めをしておきます。この部分はミシンで縫っても手縫いで縫っても構いません。当て布を折り返した時に柄の正面がきちんと留め具の下に来るように縫い付けてください。はみ出ている余分な部分は切り落としてファスナーの幅に揃えておいてください。ファスナーの準備ができたので、ポケットにファスナーをつけていきたいと思います。ポケットとファスナーに中央の印をつけて、中央を合わせて縫い付けていきます。ミシンの押さえをファスナー押さえに変えて、端から2ミリのところを縫っていきます。ファスナーの反対側に大きいポケットの端を乗せて縫い付けていきます。同じように中央の印を合わせてからミシンをかけていってください。ミシンをかけ終わったら、ポケットの右端の部分を合わせて待ち針で留めて、ファスナーの横の部分を折り返して端ミシンをかけます。ファスナーポケットの方が出来上がりました。次はカードポケットを作っていきます。輪の部分に端ミシンをかけておきます。端ミシンをかけ終わったら、同じように半分に折って中央の印を消えるチャコペンで引いておいてください。大きい方のポケットにも中央の印をつけます。そして大きいポケットと小さいポケットを中央の印で合わせて
先ほど引いたラインの上を縫い留めていきます。ミシンをかけ終わったら、ミシン糸の端がほつれてこないように針に通して反対側に回して糸の始末をしておきます。タブを作っていきます。タブ用の布を中表に重ねて印をつけていきます。描いた線の少し外側を細かい縫い目でミシンをかけていってください。縫い終わったら余分な縫い代を切り落としていきます。返し口の縫い代は残しておいてください。縫い終わったら返し口から表に返していきます。細かい先の部分はピンセットなどを使ってカーブの部分もきれいに表に返してください。返し終わったらハードタイプの接着芯を中に入れます。アイロンをかけて接着させます。表側と内側を合わせてパイピングをする作業に入ります。キルトトップの表側に型紙を使って消えるチャコペンでバイアステープを縫い付けるための線を描いてください。内側と表側を合わせます。この時中央同士がきちんと合うように待ち針を打ってください。打ち終わったら先ほど引いたラインの2、3ミリ外側をしつけ糸で留めていきます。ぐるりとしつけ糸で縫い終わったら縫い代を 0.7 センチ残して余分にはみ出た部分を切っていきます。角の部分もきちんと縫い代が 0.7 センチ取れるように印をつけてから丸く切っていきます。トップの左側にタブも一緒に仮留めしておいてください。バイアステープの端から 0.7 センチのところに縫い線を引いておきます。ではここからパイピングをしていきます。パイピングの縫い始めは目立たないようにタブのあるところから縫い始めます。0.7 センチの縫い線に沿ってミシンをかけていきます。トップに引いたラインとバイアスに引いたラインが重なるようにしてその上にミシンをかけていきます。カーブの部分は引っ張ると後で、引きずれができたりして綺麗に仕上がらないので引っ張りすぎないようにして縫っていってください。
ミシンをかけ終わったら余分なバイアステープをカットして内側の方に折り返して縫い代を折り込みながらまつりつけていきます。マグネットボタンをつけていきます。マグネットボタンにはオス側とメス側があります。タブの方にオス側をつけて本体の方にメス側をつけます。座金の穴を使って印をつけてリッパーなどで印のところに穴を開けます。穴を開けたらオス側のマグネットボタンの足を差し込んで座金を通してから足を折り曲げて固定させます。ボタンに傷がつかないようにいらない布などを当ててペンチで足を折り曲げます。次は本体側の方にボタンをつけていきます。同じように座金を置いて穴を開ける印をつけてからリッパーで穴を開けます。今回穴を開けるのはこちらの表側の生地と中の土台布までです。間違ってポケットに穴が開かないように気をつけてください。側のボタンを差し込んでポケットの内側から座金を通します。今回は足を外側に広げて折り曲げてください。マグネットボタンをつけ終わりました。では次に飾りに使うくるみボタンを作っていきます。今回使うプラくるみボタンのサイズは3センチ、使用する布は 4.5 センチの丸い布を使います。縫い代は必要ありませんので裁ち切りで準備してください。端から2、3ミリのところをしつけ糸でぐし縫いしていきます。中にくるみボタンを入れてぎゅっと縫い絞って玉留めをします。くるみボタンをタブに縫い付けていきます。目立たない色の糸で細かくまつりつけていってください。ボタンをつけ終わってお薬手帳ケースが完成しました。最後までご視聴いただきありがとうございました。